アドブルーは一体何なんだろう、何をしてるんでしょう。まあ、結構知られてない方もおるとは思うんですけども、まあ、基本的にはその DPF というものがありまして、 DPF というあのマフラーの中にあるものです。微粒子を補修するフィルターがあるんですけど、まあ、そちらので取りきれないもの、どうしても抜けてしまうノックスと言われる窒素酸化物をそのアドブルーで、窒素と水に還元する、それがまあ尿素 SCR システムというものがその DPF の後ろ側手についてます。 DPF がすす焼き、すす焼きです、すすです、すす焼きで取り切らんかったのを抜けてしまうものをその尿素 SCR システムっていうもので水と窒素に分解している、アドブルを吹きかけることによって水と窒素に分解している、で綺麗な排ガス、排ガスっていうんですかね、綺麗な空気として、まあその外に出すとマフラーから空気ではないですか。はいはい、綺麗な、状態にして、綺麗な状態にして、まあ、外に送り出すと。すごい、ちょっと頑張ってください。はい、頑張ります。地球のために、はい、地球防衛で。はいはい、オプティ岡山さんになんかすごいおすすめのなんかあるんですよね、ポイントが。はい、あります。まあ、尿素の原料に入っている、まあ、不純物なんですけども、このトリウレットという物質があります。はい、まあ、この物質を、うちの特許技術によって完全に取り除いてます。トリウレットっていうのはこの汚い、そうです。下に沈殿している白いおだおだものですね。はい、まあ、これを完全に取り除くことによって、その尿素 SCR システムの触媒に尿素 SCR システムの触媒にその張り付いている、まあ、白い結晶があるんですけども、それを完全に取り除いてます、うちのものは。こんなんが沈殿してたらなんかこうトラック良くなさそうですね。そうですね、どうしても詰まりの原因になるの で、ね、なんか私のトラックも詰まって、はい、それかしら、わかんないけど、 それだけとは一概には言えないんですけども、まあ、その車検の際とかマフラーをばらしたりする時があると思うんですけど、まあ、そういった時に見られたら一番よくわかると思うんですけど、オプティ岡山さんのがこのそうです、サラサラ透明の、はい、すごい、これ相当トラックにはよろしいかと思います。本当はもっと透明なんだけど、こっちは、いや、こっちが透明で、もう本当にこれだけがなってる、ちょっと今濁ってしまったっけ、濁っちゃったんですよ、濁しちゃった、ごめんなさい。もうちょっと透明だそうです。でもまあ下に沈殿していることは間違いないです、ね、間違いないです。なんでまあその自社とかで、まあ、この IBC タンクというものがあったら、一度あのこちらのマンホールって言われる穴を開けて、そこを覗いてみてください。ああ、なるほど、ここを開けたらもうこれが見えるんですね。もうひどいものに関してはもうやっぱり長年使っているとそういったものが沈殿しているっていう場合があります。了解です、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、これがさっき言った、そうです、先ほども話に出たそのトリウレットという物質、これが言ってみたら SCR のシステムの あの触媒なんですけども、まあ、こちらにこういった形で初めて見た、これ固着してるんです。これのせいで、はい、言ってみたらこの 100% のシェアの中で、まあ、2割ぐらいは完全に空気の通り道を遮断されてるわけです。なるほど、こういったことでこれがどん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 詰まっていくことによって、まあ、空気の出入りがそのですねしなくなる。で、まあ、チェックランプが点灯したりとかっていうトラブルに、まあ、つながるんです。なるほど、まあ、言ってみたらそのドライヤーと同じで、そのドライヤーは普段使われると思うんですけど、はいはい、ドライヤーの、あの吹き出し口を絞ると当然熱いですよね。そうですね、それと同じことがそのマフラー内でも起きてるって、その空気の通り道を閉隔されて少なければ少ないほどそこに集中して熱が加わるんで、
まあ、もう高温になりすぎちゃう。そうです、高温になりすぎると、まあ、DPF なんかもそうなんですけど、まあ、セラミックでできてるんですけど、まあ、1400度から溶けるんですよ、セラミックで、はいはい、それが言ってみたら溶けるぐらいの熱が絞られてかかってしまうっていうことが起きうるんです。閉殻してると詰まりを起こしてるものっていうのは、うんうん、で、まあ、熱がこもりすぎて割れちゃう、割れてしまう。その先ほどまでも多分 SCR の話だったと思うんですけど、はい、その前側手にあるあの DPF、 こちらの方の洗浄をもさせていただいてます。これはすす焼きの。そうです、すす焼きの方です、はいはい。まあ、こちらにまあ言ってみたらその蒸発油であったりとか、うんうん、軽油に含まれる硫黄っていうものがあの DPF の方にまあ固着するんです。お、まあ、それが糊の役目をして、まあその次にすす焼きしたすすが、まあ、そこの海苔にくっついていく。もう最悪な状態でここに溜まっちゃうってことですね。どん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 それが走るたびにこう層になっていく、はいはいはい、なんかミルフィーユのようにどん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 積み重ねていくような感じで、最悪なミルフィーユですね、はい、閉殻していく、はい、で言ってみたらこの DPF の方も詰まっている、はい、で SCR の方のトリウレットという物質が固着して、はい、もう二重閉殻の状態、はい、当然燃費も悪化しますし、はい、まあ、パワーも落ちます、うん、まあ、そのような状態で走られるよりはその DPF を洗浄する、でアドブルの方も詰まりのないアドブルを使うってことで、そのマフラー関係に該当する、まあ、経費の方、修繕費っていうのを抑えていくっていう手があるんで、いいですね。だって洗うってことは交換水流だいぶコストは下げれますよね。下げれます、うん、やっぱり新品となるとまあ何十万っていう新品と交換費用がかかると思いますんで、はい、だいぶお得ですよね。これ結構問題なりがちですよね、トラックって。トラックはそうです ねかなり DPF、SCR 関係っていうのはまあその修繕費が一番かかるところではあるんで、はい、まあ、そういったところをまあその抑えることによって、まあ、その会社のコストをどん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 下げていっていただきたいと思います。それで調べるんですね。だから言ってみて穴が こんな感じなんですよ。外違いでこう、あ、デコボコみたいな、デコボコに逃げておくから、こういうふうにこう入る、こうはね、はい、来たら必ずマフラーこうやって点検して、はい、で詰まっとったらあの中でススが詰まっとるやつは、はい、まあ、こう入れてで詰まっとったらトン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 とやったらスコンと入る、それはススなんよ、スス、うん、だけどトン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 とやっても入らんやつは中がもうとろけて、うーん、まあ、溶けてる、ここら入らんでしょ、はいはい、そのエンジンオイルの蒸発油が固着してるから、うん、でそれやって全部入りました、太陽をこうやって見させたら向こうが見えたら中が突き抜けてる、それはもう何もしてもダメ。それでやってどっちも合格したら初めて洗浄。ピアノ線とあのヒスケツルー。そう、ヒスケツルー。はい、じゃあエンダウンユさんのおすすめさらにいっぱいあったんで、ちょっと社長に聞いていこうと思います。はい。うちのオイルを使ってもらうと、はい、うちのオイルは蒸発、はい、オイルっていうのは蒸発するの温度で、その蒸発をしないオイル、しにくいオイルっていうのを、はい、うちの元請けの社長が出してくれたんです。それを使うと、このマフラーの中に蒸発したオイルがこれに入ってくる、はいはいはい、そしたらそれが糊の役目をしてすすが一緒に入ってきて、うん、マフラーを詰まらせる。なるほど。それがオイルのいい、その蒸発線オイルを使うと糊の役目がなくなるんで、すすしか詰まらなくなる。あ、でそれをすすだけが詰まるんだけど、そのすすも2年に1度は予防として洗浄する、うんうんうん、そうすればマフラーは いつまでもというわけじゃないけど長持ちする。そうですね、予防で掃除をすると、うんうん、そうしとけば多分100万キロ乗ってもマフラー詰まらないんじゃないかと思う、はい、これはアドブルーの詰まらないアドブルーを使うとこういうことにならんので、あら、であとインジェクタクリーナー、うん、これは走りながらインジェクタを掃除する。インジェクタクリーナー、はい、そうすると燃費も上がる、まあ、新車以上には上がらんけど、うん、新車同様に燃費は上がってくると、うん、
もう完璧にいいですね。完璧。コストもいいし燃費も上がるし、うん、それはまあ一応オイルインジェクター、はい、尿素、それからマフラー洗浄、はい、これ4つを全部一括してやれば車は長持ちすると。なるほど。トラックにとりあえず優しい。そう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 、うん、でもしも信用できるのだったら1台だけでもやってくれって預けてもらう車をうちで全部やらせてもらうと1年先2年先には絶対にそこで差が出てくる。試しに、うん、試しに1台だけ預けてもらうとその車をうちでオイル交換もしてインジェクターも半年に1回入れてマフラー洗浄も2年に1回する。でアドブルーもつまらないアドブルーを使ってもらう。そうするとおそらく故障が減ってくる。うちのトラックは本当故障ないです。あ、そうなんですか、うん、そういう、そういうの関しての故障が、おー、もうだってお墨付きですもんね自分のところでやってるから。そうですよね、まあ、これを信用してくれてる運送屋さんがだいぶ増えてきて、うちのお客さんだいぶ増えたんですよ。実績あってこそですね。じゃあそんな感じかな。電動運輸に任せてみませんか、うん、はい。わし見栄えが悪いから信用されるのちょっと怖いからね優しいよ